はい、こんばんは、タムランチでございます。さらに綺麗になりましたぜ。はい、今日ちょっと食器洗剤で磨きましていいのかな、その後オレンジオイルをたっぷり染み込ませたりなんかしたりして、はい、うん、まだ汚いねまだ茶色くなるね、拭いた布が。いいですよ。で今日先ほどですね、ちょっとこのとこミスチルの曲をね、新海ってアルバムの曲をやっておりまして、まあ、その締めですかね、ということで、そのアルバムの中に入ってる超メジャーソングな、名もなき歌、ね、あるがままの心、やってみたわけですけども、さすがにね、その曲は、もうなんかね、途中から転調するだしね、もうこういう、なんつうの、こういうコードを使ってくんで、ちょっとこのギターきつかったので、ヒストリーで、やったわけですけども、弾きやすい。なんたってこれネックがね、ネックがクラシックギターのネックでございますから、かまぼこ板ネックでございますんで、これでやって、で、あ、ちょっとさすがにきついわと思ってヒストリーに持ち替えた時にはね、もうなんかあれですよ、トラックのハンドル握ってたのがこう乗用車のハンドル握ってちっちゃーみたいなうわちっちゃーみたいなぐらいな違和感が、うわちっちゃーみたいな、初めてヒストリーが重いと思いましたね、そんな困難なんですけど、今日は嬉しいことがありましてですね、めちゃくちゃ嬉しいことが、お名前はちょっと伏せますけども、久しぶりに月タブのですね、セカンドアルバムが履けましてしばし止まってたんですけどね、ほぼ押し売りしたような感じなんですけど、どうぞぜひということでね、送ったわけです。あ、2枚出たんだ。そう。そのうちの1枚の話なんですけど、届きましたということで、あ、よかったなんて思って、で、感想もね、送ってくださって、ありがてえなぁなんて思っていたら、今回ね、一応全部ハンドメイドですけど、歌詞カードとかね、ジャケシャとかも、やって、作ったんですけど、そんな困難もあったんで、発送料とかの足しというか、なんというか、で、ということで、お題を、いただけたんですよ。いや、もうすごいね。すごい嬉しかったですね。別に、それ目的でやってるわけで全くないんでね、ないんですけど、結果として私が今までね、ソロも何枚か出してるんですけど、全部もう配りまくってたんで、初めてね、自分の、曲、自分の出した CD で初めてお金をもらったんですいやー、なんかね、いやそんなとかっていう前にもう単純に純粋に嬉しかったですね。ありがとうございます。本当に月ちゃんもものすごく喜んでおりました。はい、今回のね、今回の月玉のアルバムはセカンドアルバムなんですけど、出す時にもちょっと迷ったんですよ。別にお金が欲しいわけじゃないんだけど、なんていうかな、やってきたものの形がね、やってきたものが形となったものを出すにあたり、要はお金、売るかね、差し上げるかっていうところの迷いはあったんですよ、今回もね。ですけど、結果的には、送料も込みで、とにかく
聞いてもらいたいからねって形でやったんですけど、まあ、そのセカンドアルバム出た後も、ものすごい曲が溜まっているのでもういつでもサードアルバムが出せる状態ではあるんですよね、セカンドアルバム以降はもう音質もまあいいですし、セカンドアルバムは弟友のナサさんにねマスタリングしてもらってやったんですけど、その後MTR にマスタリング機能がついてることを知って5年も経ってあできんじゃんと思って、でもうずっと全部もうねその後の曲はマスタリングもしたものがデジタルデータとして保存されているんで、要はまとめて CD にしちゃえばいいだけなんでね、まあ、もちろんまた歌詞カードとか、そういったものも出すんであれば作りますんで、その辺の作業が必要にはなってきますけど、まあ、出そうと思えばすぐ出せるんですよ。2枚ぐらいアルバム出せんじゃないですかね。下手すら3枚ぐらいいくかもしれないね、曲数的には。でそれを出すときにはいよいよ本腰入れて、まあ、ちょっと販売という形にしてみようかななんて気もちょこっとしてますね。なんかモチベーションが上がるというなうまく言えないんだけどさ、お金目的じゃないんだけど、ないんだけどね、なんかこう差し上げるのもいいんだけど、ちょっとなんかね、なんかちょっと意味合いがちょっと違うような、なんかそんな気もするんで、まあちょっとまたね、まあ、アルバムてか CD ができてから考えますけど、はい、そんなこんな、まあ、とにもかくにも、はい、初めての自分の作った曲、まあまあまあもちろん月ちゃんとねずっとですけど作った曲でお金をいただけたとしかも形的にほら俺がお金を取るって決めてやったわけじゃなくてね、お相手のそのご好意でお金をいただけるっていうね、いや嬉しかったっすわ。そんなこんなでした。あ、それと、今日ね、実は2曲、今日はアップになったんですね。さっきアップしたのが、今日やって今日出したのが、ミスチルの名もなき歌なんですけど、ちょっと前にね、まあ、ストック的な感じで撮っていたやつ忘れてたんですけど、つよしさんの曲をやった時に、手元をね、まあ、ちょっとアップして、どんな感じで弾いてんのかなっていうのを出すような動画も面白いかなと思って、ちょっと実験的に作ったのがね、あるんですよ。それを、そうだと思って、ぼちぼち出しとくかと思ってね。純子。はい、もう純子です。もうコテコテ純子。はい。の、まあ、はい、弾き語り、ギターは打楽器系な弾き方してますけども。そんなのも出しておりますんで。こちらもご覧になっていただければ、純子かっこよく弾きてえなと思ってる人はかっこいいだろうあれは、ぜひご覧になってみてください。こっちがポイントでございますから。はい、そんなこんなでございまして、まあ、いずれにしても3月がちょっと忙しすぎるんでね、その CD の話はもうとにかく3月終わんなきゃもう全然そんなどこじゃないんですけどね、まあ、ちょっと落ち着いたらやってみようかななんて思ってますんで、はい、またサードアルバム月タムもうそうだし、俺のソロだってもう偉いぞ、もうちょっとどっかでまとめとかないと、5枚出してんのか。その後ねもうずっと月タムしか CD にしてないんで、自分のオリジナルもかなり曲溜まってるんでね、そっち CD にしてみてもいいけど、まあ、どっちが先になるか知りませんが、わかりませんが。まあなんか CD、とかアルバムね、何らかのものができましたらまたお知らせしようかと思いますんで、ぜひ、はい、その際はよろしくお願いします。ということで、はい、週末、はい、3月の、はい、貴重なお休みでございますんで、
まあ、やることは一緒ですけど、また何かやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、田村んちでございました。それでは今日はこの辺で。